はい、どうも、ロシェルです。今回は、もうね、ずっと実況したいなって思ってた、アプリがあるんですよ。熱っ。で、まあ、そろそろそのアプリをやろうかなということで、やっていきます。プレイするアプリは、こちら。エボランド。エボリューションとか、エボルブから来てるんだろうね。しまった。待て。それはまずい。よくないよ。え、待って、これどこに配信繋がってんの？あー、なるほどね。あー、それちょっとまずいね。お？というわけで、まあやっていきます。ニューゲーム。右キーを手に入れた。左キーを手に入れた。2リアクション。幽霊、逃げることはできないぜ。うまっ。ジンジャーエールのオレンジジュース割りです。サウンドエフェクト。一応私もるよ。スムーズスクロール、いいね。昔のゲーム、ここまでスムーズではなかったけどな。ごまだれコントローラーでやりたい。オッケー。好きだわー。懐かしいねー。セーブポイント。やったよー。時代を感じるね。俺こういうゲーム結構好きなんだよね。スターエボランドに隠されたスター全てを集めろ。とりあえずセーブ。メニュー出せないからさ。一応ね、コントローラーを注文してはいるんで、届き次第ね、コントローラープレイに変えるつもりです。タッチ操作って慣れないんですよね。汗ついてた。汗じゃねえ、風呂入ったから、その水か。水じゃねえな、お湯だな。おい。セーブ。何世紀もの間、続いた平和の後に、古代の悪魔がついに蘇り、エボランディアの世界を脅かす。わずかに生き延びたドラゴンの騎士団の一人、それが君だ。騎士団の目的は世界を旅すること、困っている人を助け、悪魔と戦うこと。この数世紀にわたる平和によってしばらく、あまりやることもなかったが、また忙しくなるぞ。主人公ニートですね。ストーリー漠然としてるな。深くも何もすっげえあれだったよな。雑な、あれだったけど。スタール。決して無敵になれるわけではないと。ちょっとミラーリングで撮影してるんでちょっと重いですが気にしないでください。やったぜ。虫のスマホミラーリング以外今のグラフィックを舐めちゃいけないんだよね。ワンパンで死ぬからね。へい。あ、もう買いました。これか。また見ないといけないのか。てん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 。この間に俺はケーブルを探そう。数世紀にやったんだろ、そのニートやっとけや。将来の夢は何ですか？ニートです。ダメ人間だよね。そうか、これでセーブすればいいんだ。こっちさ、来たっけ？来てない気がする。あ、来たね、来たね。うん、ごめん、普通に来てたわ。やべえ、通知来た。
サインパネル。ヒーロー、君のヒーローはサインが読めるようだ。この道は賢い冒険者のためにある。じゃあ俺賢くねえから無理だ。インベントリーやったぜ。えい、あお。あ、この状態からスタートなんですね。はーい。置き攻めみたいな感じいけるかなって。おう、横、下、下、みちゃんのクを手に入れた。待って、まだワールドマップ行くには早い。まだ取り逃しがあるはず。あったはず。実は1はね、やったことあるんですよね。iPhone の頃もやってまして、Android でもちょこっとやったんだよね。まあ最悪クリア後にも行けるし、まあそこまでがっつりやるつもりもないんで、軽くやってみましょう。実況ですしね。いやー、まあそんな長く動画は撮りません。15分から20分ぐらいかな、いつも通り。ターン形式バトル。好きだよ、RPG。初手にスライムの群れはダメだろ。超 FF。まあこれもともとね、FF のパロネーターがちょっと多いかなっていう。やべー、FF5 やりたくなってくんな。俺の携帯5入ってるんだよな。あ、やべ、下殴ればよかった。一発で死んだぞ。死ね。オッケー。これプニコン嫌なんだよね。プニコンっていうかギルコン。コントローラー以外はあんま使わないもんね。エムック、チョコボの親戚かな。こんなやさぐれた顔してねえが。いやでも15とか13のチョコもまあまあイガついからな。1990年代に呼んでるんでしょうがバカ野郎。これスライムに殺される可能性あるね。多分 HP は12でワンパンしてたからな。やっぱり12か。やったぜ。いっぱいいる。あ、セーブあった。横、下、左。オッケー。おっと、危ない。サクッと。ごまだれー、パプニカ村。いや別に俺音楽聴いてイラつかねえよ。ノックしてコンコン。 NPC がいない。 NPC悪いね、子供とは話さないんだ。殺すぞ。子供はな、ここで何をしてんの。子供は寝る時間だよ。嘘つけ。まだ明るいわ。何時から寝てんだ。よい子にしないと悪魔ケフカのゴーストに来て。お前ケフカかぁ。悪いね、子供とは話さないよ。殺すぞてめえら。みんな始末するぞ。大人ってつまんない。成長の種を食べることができたら。やったね。シードも一緒だよ。怖くて取り戻しに行けない。すごく暗いんだもん。シード FF7 頭が他人のプライバシーなんてお構いでした。そうですね、ロールプレイングですもん。人んちのタンスとか壺荒らしまくってますしね。宿のある状態に入れた。
はい。いいねー、こういう感じのゲームすごい好き。久しぶりにやったなぁ。 iPhone 使ったの何年前だっけ。中学上がってすぐぐらいだから9年ぐらい前。トルクダブルトゥイン遊ぶ神、これ結構地味に面白かったやつだ。普通に俺こういうカードゲーム好きなんだよね。 FF8 にもあったからね、カードゲームやったなぁ。井戸に入りたいでごわす。はーい、成長だぜ。やったぜ、斬撃の範囲が広くなった。ワーブ。これマジでね、進んだマップがマジで FF7 じゃねえのって場所があったんだよな。北の洞窟は変な音がいっぱい聞こえたよ。ほう。女の子はさっき訪ねてきたよ。君の友達？あ、男の子だね。そう。キフカのゴーストを進める。でも、帰ってきた冒険者はまだ誰もいないからだね。足りない余地が。道具屋はないんだっけか？パーブル、ちょっと待って、子供にぐらい言ってやれよ。道具屋かな？ポーション、長い剣。フェニックスの綿毛ってなんだよ。銅の鎧、装備完了を手に入れた。で、ちょっとね、今回は一回パートを区切りたいと思います。次の動画でお会いしましょう。See you next time、またおじゃな。